何買った？でも最近大きい買い物はしてない。あーと、ちっちゃいもの、服かな、 T シャツ。どんな、ちなみに今着てきて今着てくる。うん、着てきて。結構普通の T シャツだけどいい？いいよ。いや、断らんのかいあ、来ました。おお、かっこいい。何、どういう、どこのブランドそれ？いや、これ全然そんなにブランドとかじゃない、普通にフリークスとかで買った。かわいい、かわいい、めっちゃ、はい、めっちゃいい。ちょっとアメリカンなやつ、うん、服を選ぶとポイントはこだわりみたいな。そもそもちょっとごついのでどっちも上下がタイトな感じにならないように選びます。なんか下をちょっとタイトな感じなら上はちょっと大きい T シャツとか、上がぴったりめの T シャツだったら下はちょっとワイドパンツ履くとか、それはちょっと自分のまあ体型隠しのためにやってます。よ、ファッションリーダーそんないいもんじゃないんですけど。部屋にある一番お気に入りのものは？部屋にある一番お気に入りのものはとキャンドルかな。どのやつ、どのやつ持ってきていや、いいやつかよ、ほんと。この持ってきてるシーン全カットだからね一瞬で持ってきてるから。スティックのキャンドル、うん、どんな匂い？なんかね、こっちはねカシスみたいな、ちょっと甘いけど甘ったるくない、さっぱりさっぱり甘いみたいな。なんか一番リプティックのあれの中ではなんかベーシックで人気って言ってた。こんなに文字数あるのにベって読む。ええ、ベ、そう、このなんか BAI とか書いてあるじゃん、うん、でこれなんて読むんだろうって、普通なんかここジャスミンとかな、うんうんうん、でこれ欲しくてなんて読むんだろうって調べたら、これベの香りっていうらしい。へー、じゃあベくださいって言ったら買えるってこと？そう、だからそう、これ欲しい人はベ、うん、ベくださいっていう。へー、でこれはなんか今年の夏のなんか限定みたいなやつで、ちょっと柑橘っぽい、夏っぽい、うん、爽やか系。どういう時に使うのそれ？夜寝る前とかにもうちょっと部屋の照明も落として、ちょっとこう寝るモードに、はい、うん、入ってく時、うん、で寝るかってなります。わかるわかる。わかる使ってんで、キャンドル使ってるんだ。イケアのやつやけど、はい、でもまあ火を見るとちょっとこうなんか落ち着くし、こう眠気がちょっとくるやんな。うん、キャンドルの匂いと、うんうん、オレンジの火の感じが。無人島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていく？携帯はダメ？ダメ。あ、電波ない、電波ない。電波ない、電波ない。じゃあやっぱナイフかな。現実的。いや、間違いなくナイフは。そう、やっぱり何もないんだもんね、だって。え、ナイフで何する？だって食べ物とかも自分で取るんでしょ？だから狩りしたりする。とりあえずなんかそのサバイバルで一番必要なものはナイフってなんか聞いたから、もうそれからもう勝手にその頭になってる。生き延びてやろうとねそう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 、なんかとりあえずナイフらしいよみたいな感じの話をどっかから聞いて、なんか一つだけ持っていけるならっていう質問はもうナイフっていうようにしてます。サクかアスハかっつったらサク派ですね、完全にサク派でした。あ、よかったよかったよかったよ、よかったよ、よかったちゃうの、よかったよ。あゆアスハもおるから、いるいる、否定はしない、否定はしないけど、よかったよあゆ、うん、よかったよかった、ちゃんとアスハもおったから大丈夫。あ、そうなんだ、やっぱ両極いるのね、どっちか。あ、キンガさんこっちやったから、こっちどっちキンガさん、キンガさん味方につけるのずるいな。自分自身のことを変えるなら何を変える？それどういうこと？内面、内面、さっきは外見。マイペースだからこうもうちょっとテキパキしたい、やろうって思った時に行動できるタイプの人間になりたいですね。いや、でもマイペースもいいと思う、うん、めちゃめちゃマイペースだからいいのかな。でもまあ人に迷惑かけるほどのマイペースではないと思う。そうや、時間厳守とかさ、うん、あゆって何型？ A っぽくないってよく言われるけど、うん、
確かに O っぽいよな。 A です。だって名前がアユやもん。名前がアユやから A 型やん。言うとね、イニシャルね。名前がアユだから A 型やん。絶対たまたまでしょ。はい、次行きます。はい、次行きます。いや、ここから恋愛モードにチェンジします。はい、恋愛モード。オッケー。好きなタイプ、好きな仕草は。タイプって顔？あー、何でもいいよ。まあなんか顔とか内面も含めて、なんかあの犬っぽい人、ワンちゃんみたいな可愛い系。まあどっちかっていうとかな、ワイルド系とかよりは可愛い系の方が好き。仕草？あ、でも運転とかがうまい、運転上手な人とかはかっこいいなって思うかも。自分ができない、あんま得意じゃないから、自分ができないことできる人とか。運転してる横顔とこの横の感じがいいんだよね。あ、そう、あの余裕を持って運転してる感じはなんかいいなって思う。初デートに行くならどこ？でもなんかもう若くないので、なんだろう、映画とか、あとなんか海入るんじゃなくて、海なんか綺麗な景色見に行くとか、ゆっくり系がいいです。あれ、にゃんこもそうじゃなかった？ドライブして海のちょっとこう散るっぽいところ行って、うんうんうん、ご飯食べて帰ろみたいな。あー、いいいいいい、すごくいい。今のプランはめちゃめちゃ良かった。恋人にするなら絶対に譲れないことは。譲れないこと、なんだろう。でもなんか冗談でも他の人のこと可愛いとかあんま言ってほしくない。やきもち焼きですね。トゥワイスとかを見て可愛いもダメ？あー、いや、でもそれは自分が好きだからいいとかはあるかも。なんか自分が好きなグループの人とかだったらいいとかはあるかもしれないけど、あ、でもまあテレビとかに出てる人だったらしょうがないっていうか、だけど別になんか言ってこなくていいかなって思うから、うん、そのなんかまあ自分だけをこう見てくれる人がいい、うん、憧れのデートプランは。だからこう高く見積もっていいってことですよね、うん、海外とかをこういろんな国行ってみたい。まあなんか憧れる。どこイメージした？リゾート地とか。でもなんかどこの国に行きたいとかないけど、いろんな国に行ってみたい。タイプの違う食べ物とかもが理想、理想っていうかもうできたらいいなぐらいな感じ。世界一周旅行とかいいや。でもちょっとそれは長くない？長すぎ？なんか飽きちゃいそう。もう日本帰りたいってなりそうだから、なんか1ヶ月とかぐらいで何カ国かとか。それめっちゃいいね、うん、めっちゃいい、それいい、行きたい。それ行きたい、うん、恋愛モードラスト、いきます。はい、愛とお金どっち派？それはもう愛じゃないですか。まあお金は最低限あればある程度ハッピーな生活はできると思うので、もちろんあの全くないは困るけど、お金ばっかりあっても多分面白くないと思うので、愛で。ありがとう、ポーズまで。これはお金っていう人いた？いたよな、はい、正解ないからねこれは、うん、確かに確かに確かに。そしたらラスト30問目です。来ました、ついに、はい、10年後何してる？どうだろう、でもあんまりその自分がやっぱずっとサッカーしてきてるから、自分でサッカー以外の仕事をしてお金稼ぐみたいな経験がやっぱりないから、そのサッカーもし引退していた場合、やっぱりその自分で仕事したいみたいな、自分で、うん、自分が動いてこうお金稼ぎたいっていうのがあるから、まあ、何してるかはまあ分からないにしても、多分その動いてると思う、仕事をしてると思います、うん、なんかその家庭に入るとかの想像はあんまつかないかなと思います。タレント業とかはどうですか？いや、タレント業もできたらいいですけど、でも10年後ってもうあの39とかなわけで、あの需要があるかなっていうところは、うん、まああるので、まあ、自分が何したいかその時に
でもなんか別の仕事してみたいなとか、なんかいろんなことやってみたいなっていうのはずっと思ってるので、働いてると思います。なんか忙しくしてたいなと思います。オーラスです。明日タクに一言お願いします。ちゃんと録画しといてくださいそれな、ちゃんと録画のボタンを押しててください。嘘、冗談冗談。今回はお話しいただいてありがとうございます、大先輩方。そうやぞ、大先輩やぞ、やめろやめろ楽しかったです。本当に尊敬するお二方と長い時間お話しできてハッピーでした。最後に決めポーズもらう、あれのもらいましょう。お願いします、お願いします。決めポーズいきます。